こんにちは、農林水産省国際部の野田です。本日は皆様に農林水産省の白書についてご紹介いたします。農林水産省では毎年日本の農業の情報や農林水産省の政策について紹介する食料・農業・農村白書を発行しています。今年の白書は6月16日に公表されています。450ページ前後あり、重さは 1.3 キロあります。白書と聞くと難しく面白くなさそうという印象を持たれる方が多いかもしれませんが、農業者の方はもちろん、消費者、学生、ビジネスマンの方にも参考になる情報がたくさんあります。日本で勉強する留学生に人気の英文白書、音声のみで内容を紹介する音声白書、小学生向けに分かりやすくまとめたジュニア白書があります。概要欄では詳しい情報や農林水産省のホームページをご紹介しておりますので、ぜひご覧になってください。以上、農林水産省からのお知らせでした。